はようございます。釣り子 TV です。春先に向けてですね、どんどんバス釣りの準備を進めていってるんですけども、今日は糸。ね。これですね、バリバスのアブソルートっていう糸なんですけども、脅威の A ランク超え、ね、水切れ抜群 SP フッ素コートなんていう風に書いてありますけども、この糸を買ってきてみました。そしてですね、太さは12ポンドっていうことで、今回はですね、1本で2314円っていうことで、買ってきたんですけど、よくよく見ると見てください、これ。定価がですね、3600円。ね。結構高級な糸なんですよ。通常だとクレハのシーガーフロロマイスターとかね、使うことが多いんですけども、このね、ちょっと寒い時期貴重なバイト、絶対に逃したくない。そんなタイミングで何かね、久しぶりにちょっと高級なフロロカーボンの糸使ってみたいなと思ってね、今回はこれを買ってきてみました。っていうのもですね、自分の周りの先輩方がですね、どんな糸使ってますかなんていう感じでたまに聞いたりすると、いやもうアブソルート一択でしょ。ね。あの糸じゃないとっていうことで、そんな話をね、あの人やこの人やあの人やね、いろんな人から聞いて、そんなにいいんだ、じゃあちょっと使ってみようということで、買ってきてみましたね。3600円のところが、まあキーポンね置いてあるんですけども、2314円、なかなかねお買い得だったんじゃないかなと思ってね、買ってきてみましたけども、まずはね、こんな感じの、パッケージに入ってますね。で、見てください、これスプールがね、こう2つに分かれているというか、これちょっと開けてみますけども、はい、こんな感じのね、特殊なスプールに入ってるんですよ。通常だとここで半分ですよっていうマーカーがついていてっていうだけなんですけど、これはですね、こんな感じで本当にロスなくね、75メートルずつ使えるっていうね。あ、これ価格も、まあちょっとね、そんなお安くないように見えますけども、実は150メーター巻きなんで、で、結構ね、しっかり長く、まあ長くっていうかね、まあ自分の場合結構フロロカーボンの場合巻いたら、使い切るまで巻いたっきりってことが多いんですけども、そんな時にこう75メーターずつでね、しっかり使えるんであれば、あ、まあコスパ的にもなかなか、バッチリだよなと思ってね、そういう感じで買ってきてみました。で、これをね入れようと思っているリールがまあいろいろあるんですけども、今回はね、先日冬場に購入したばっかりのこの、ジリオンですね、ダイワの新しいジリオンに12ポンドを入れて、スタンバイしていきたいと思います。で、まあまあまあライン、あ、ここのこの止め方とかもなんかいちいちね、親切な設計ですね、このバリバスの糸。Pラインなんかね、よくバリバスの使うんで、好きなんですけども、糸の方も、まあちょっとね、結ぶ前に出してみましたけど、触り心地としてはね、固めな感じですね。うん、なんか、張りがあって、まあ最近だとフロロカーボンだけど柔らかいとかね、そういった感じの糸とかずっと使っていたんで、なんかちょっと触ってみるとね、フロロカーボンらしいというか、こうピンとね、張りのある感じでね、良さそうだなぁなんていう感じですね。そして、まあじゃあこれに入れていきたいと思いますけども、皆さんこういうのってどうやってやってます？こう糸巻きってね、いつもね、どういう感じが正解なのかな。最近のリールこうなんか隙間がいっぱいあるから、まあこういう感じでこういう感じで、ね、スプールの反対側やってて、こっちからグニュグニュグニュっとやって出たところにこんな感じでやって、で、ここはね、自分はユニノットで結んじゃってますね。ユニノットの1、2、3回巻き、3回巻きでキュキュッと締めて、で、余分なやつをカットして、で、はい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 、キュ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 ッとね、ね、こんな感じで、で、
ここにあのさっきラインが出てかないように止めていたシールあるじゃないですか。こんなのこの出っ張りがね悪さしないようにまあ適当に貼っつけて、ね、適当ですね本当。まあちょっとこういう机の上ですけどね、あの普段あのそこら辺に玄関に置いてあるこういうね靴ね、これをこういう感じでボビンホルダーみたいな感じで入れて、おいでこんな感じで、まあ通常だと竿にねつけてやりますけど、ふふふふってね、あちょっと今日はカメラに映しやすいようにこんな感じでやってますけど、これでこうまっすぐなボビンに対してまっすぐ糸が入っていってるんじゃないかななんていうふうにね、はい。はい、半分ほど入れましたね。これで、およそ半分で、半分のところはどうなったかな、ここでこのちっちゃいシールでさらに止まっているんですけども、まあ、ちょっと結び代も考えてこれも取っておこうかな、75m きっちり入りましたね。はい、ジリオンに入れて準備バッチリっていうことで、このジリオン14ポンドが確か90メートルぐらい入るっていう仕様だったと思うんですけども、12ポンドね、入れ込んでみたら75メートルでちょうどスプールエッジの下の方ね、まあ、ちょっと少なめといえば少なめかもしれないんですけども、12ポンド75メートルでも、まあ、使いやすそうな糸巻き量は入ったかななんていうふうに思います。で、まあ糸は入れたんで、これアブソルートですね。各糸によっていろんな特徴があると思いますので、このアブソルートの特徴は何なのかちょっと裏側の方をね、見ていきたいと思います。攻めの釣りに導く絶対的存在ということで、タックルが限られるおかっぱりでの釣りや絶対にミスできないトーナメントシーンで多くのバサーから愛用されてきた、ガノアアブソルートがリニューアル、独自の、PUT 製法によりフロロカーボン分子の、密接率を約 15% アップ。対摩耗性や、結束強度などバスフィッシングに求められる全ての要素で、トリプル A を達成、過去当社比ですね。オーバーポンドスペックも、実現したことで一般的なフロロラインと比べて同じ強度でもワンランク細いラインが使用可能です。飛距離の欲しいおかっぱり対摩耗性の求められる、ゴロトバや、カバーでの釣り、そしてモンスターバスに万全の体制で、挑みたいトーナメントに、これまでのフロロの常識を、覆すポテンシャルを約束しますっていうことで、2ポンドからですね30ポンドまであるんですね。ビッグベイトやかなり強めの釣りまでいけちゃいそうなね25ポンド、30ポンドがスタンバイしてあるっていうのは嬉しいですね。で細いところはまあ2ポンドで、2.5 ポンド3ポンドってね、そこの、細い番手のところもね細かくね、準備されているので、自分の釣りにぴったりなね一巻きが見つかるんじゃないかなっていうことで、まあ、使い心地の方はねまた春先とかの実況動画の方でどんどんね使っていってみようと思うんですけども、久しぶりにね、高級ナイト買ってみたので、この使用感なんかもお伝えしていければいいなぁなんていうふうに考えております。まあ、今回はね糸買ってきてね、ジリオに入れてよっていうそれだけなんですけども、引き続きよろしくお願いいたします。はい、というわけで本日の釣り講 TV はこちら、バリバスのですねフロロカーボンライン、アブソルートね、このトリプル A マークがついてますけども、この糸を買ってきて、準備してみたよってこういった動画でした。はい、釣り講 TV でした。また会おうぜ。